こんにちは。この早野島です。オフィスとか家とかにホワイトボードを置きたいなって時ありますよね。まあ、会議で使うとかセミナーで使うとかって用途は様々だと思うんですけども、ただ場所取ると、場所取りますよね。ホワイトボードガタンと置くとね。で、まあ、場所取るのが嫌なんでホワイトボードやめようかなって結構考えてる方いるんですけれども、その時にものすごく便利なものをね、今回は紹介したいと思います。それが貼るホワイトボードってやつですね。実はもうお分かりかと思いますが、後ろにあります。はい、これです。これが貼るホワイトボードというものなんですね。まあ、これの商品名としましては、コクヨさんが出しているホワイトボードピタボ吸着シートタイプ無地ってやつですね。で、今ここにあるのは 600×600mm×900 っていうサイズなので、まあ、2番目に出されているものだと2番目に大きいものなんですね。まあ、それはまあサイズっていうものには用途に合わせて選んでいただければと思うんですけども、もう本当どの素材でもペタッと貼れちゃうって感じですね。なので大概壁とかそういうところに貼ると思うんですけども、その辺はもう問題なくガラスとかにも貼れるので使い勝手はいいですね。あとは剥がれないんですよ、これ結構ね。何度も何度もこう場所替えをしてると剥がれちゃうと思うんですけども、1回2回こう剥がしただけでは粘着力っていうのはね、弱まらないのでかなりおすすめです。で、僕自身あんま使ってないんですけども、このコクヨのピタボ吸着シートっていうやつは、この四隅に黒い四角のシールってものがついてまして、それをペタペタと貼って、まあ、スマホで撮ると、まあ、専用のアプリを使うことで PDF 化というか資料化できるっていうことがあるらしいです。なんで、まあ、使う人にとってはすごい便利な機能かなというふうに思います。はい、ということで今回はホワイトボード貼るバージョンっていうものをね、紹介させていただきました。ちょっとでも参考になればいいねとかチャンネル登録の方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、さようなら。